M14 対人地雷の断面図。一体式の激震が見える。激震、または、ストライカーは、火器や爆破装置の部品である。激震、または、ストライカーは、火器や爆破装置などに使われる発火装置の部品である。激震には、いろいろな形があり、地雷、爆弾、榴弾などの進化や、その他の使い捨ての装置では、尖った先端を持っている。 これに対して、火器で使われる激震は、小さく丸い先端を持っている。これは、カートリッジの雷管を打って点火薬を爆発させるためであり、これによって発射薬を発火させたり、雷管とブースターを発火させたりする。先端が尖っていれば高い圧力が出せて、より確実に雷管を作動させられる。銃砲の激震が丸まっているのは、一度きりの作動を、 確実にしたい使い捨て装置に対して繰り返し同じ装置を使うこと、雷管を突き抜いてしまうと繰り返しの使用にあたって様々な不都合が起きることが理由である。スミスウェッソン AM13 の激震が組み込まれた激鉄激震は軽い部品であり、スプリングの圧力を受けて動く激鉄に叩かれて、そのエネルギーを雷管に伝える役割をする。 これに対して、ストライカーは激鉄を伴わず、普通は激震より重く、雷管を叩くエネルギーを提供するスプリングと直結している。ストライカー機構は大抵の場合、激鉄と激震の組み合わせによる機構より単純である。激震、または、ストライカーは、通常は連発式火器のボルトの中に組み込まれている。リボルバーや、 様々な単発式の火器のようにボルトを持たない火器では、大抵の場合ストライカーを組み込むスペースを持たず、ごく短い激震がフレームの中にあるか、激鉄に取り付けられている。ストライカーは、主にボルトアクション火器や拳銃を含む自動火器のような、もともと薬室の後方に、有定の前後するスペースを持つ種類の火器に用いられる。グ98の フィールドストリッピングされたボルトと激震及びセーフティメカニズム典型的な激震は鋼鉄の小さな棒で雷管を叩く方の端は半球状に丸められ硬化されている。端が丸められたことによって雷管をへこませることが保証される。これが尖っていると貫通してしまう恐れがある。ほとんどの激震は雷管と反対の向きにスプリングで押されており、また パッシブセーフティメカニズムが組み込まれていることも多い。例えば、トリガーが引かれるまでは、激震が動かないようにするブロックや、引き金を引くと激鉄が激震を叩くために必要な位置に移動するトランスファーバーなどである。この安全装置は、手動安全装置や、引き金や激鉄をブロックする安全装置に加えて、装備される。ボルトを備えたタイプの銃には、 激鉄が降りた状態で、ボルトフェースから突き出さない程度に短い激震を使うことがある。このタイプの激震は、完成激震と呼ばれ、雷管を叩くのに十分な運動量を与えるには、激鉄をフルストロークで落とす必要がある。激鉄を落とした状態では、後方から衝撃を与えても、激震が雷管を発火させるのに十分なエネルギーが与えられることは滅多にない。 M1911 ピストルの多くのバリエーションはこのタイプの激震を使っている。ストライカーは基本的にはスプリングの圧力のかかった激震で普通は一つか二つの部品でできている。ワンピースのストライカーは丸い金属棒から千番加工で削り出され雷管を発火させるのに十分な質量を確保するために激震よりもかなり直径が大きい。 ツーピースのストライカーは普通、激震とそれを取り付ける重いリアセクションからなる。これは激震が激鉄に取り付けられるのと基本的には同じである。ツーピースのストライカーはボルトアクションライフルに多く用いられ、シングルピースのストライカーは軽量化を狙って、例えばグロック17のような自動拳銃に多く用いられる。激鉄を含むメカニズムは主弾から 科学酸素発生装置に至る多くのシステムで用いられている。ABC チャールズ・イペティ・ x d x d リショス。アメリカンコップ。2008年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月2日閲覧。AB サーミグロッシリ。F サーミ2003年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月2日閲覧。AB、サーミグロッサリ、S。サーミ、2003年10月17日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2019年1月2日閲覧。デフィニションオブトランスファーバー、ミドウェイスサガンテックディクショナリー。ありがとうございます。